9月15日は老人の日でした。今は9月第3週の月曜日が敬老の日ですが、2002年までは9月15日が敬老の日でした。その老人の日の今月15日、東京は晴れていましたが、9月は台風シーズンです。そこで老人の日にちなんで、シニアの台風対策をテレビ朝日ウェザーセンターで働く女性気象予報士に年代別一押しのポイントを聞きました。まず20代代表のクノッキーこと久野木桃佳さん。事前に準備ができる台風だからこそ、携帯電話やスマートフォンの充電はしっかりしておきましょう。携帯用のバッテリーもあるとさらに安心です。30代代表は日本酒大好き津田ちゃん。台風が来そうな日にはガソリンを満タンに、そしてお風呂も満タンに、備えあれば憂いなし。40代代表はテレ朝夕方の顔、今村涼子さん。日頃からハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておくことも大事です。そして私が出ているスーパー J チャンネルでこまめに天気予報をチェックしてください。最後に50代代表は荒島です。うっかり忘れそうなのが常備薬。台風が近づく数日前の安全な日にお医者さんに薬をもらっておきましょう。シニアの台風対策はどれも大事で、結構いろいろな世代に役に立ちそうです。これから秋の台風シーズン、ぜひ参考になさってください。ちなみに老人の老を朗らかな人と書いてみました。台風対策バッチリで防災意識の高い朗らかな人が増えるといいですね。